を選んでいく、はいはい、このゲームといえば彼はですね、そうですね、まあよく見る光景、はい、さあステージはどこを選ぶ、終点を選ぶ、さあいつも見るカード、平和島のディディコング対シーク、さあバナナ足にしっかりと空前合わせていって、空前空前相手を崖底に追い出していって、フリップはしっかり見てから空上で反撃、さあシークのターンが続いてる、これはいつも通り、おっと判定を見せてしまって空後ろが変な空前になる、さあ相手のすかししっかりジャンプには空上の絵を当てていくと、一気に火力を稼いでいったんやん、くじくどうするこれ、さあバナナ出すがようやくいい状況になってきた、さあちょっと遠目で掴みが当たらず、またバナナを出して自利品、さあディディこれはちょっとか、おっと掴みを掴むだけで大盛り上がりですよ、この盛り上がりがよく分かりません俺は、はあ火力が高いぞ、駆け上がりはしっかり空前合わせてきて、どうする、もう追いつきましたよ、さあしっかりジャスガから、これは危ないぞ、危ない危ない危ない、これがよくあるディディコングの上投げ、本当に強いのは下投げではない上投げだと、おっとずれベクトル変更を見せてしまって、危ない危ない、さあここまで上位になってもミスってしまうこのディディの下投げとレインの掴みの卓の多さ、さあ無理やり回避で着地して、バナナがないぞ、お互い針もない、さあおっとキャッチを見せてしまって、これはちょっと痛いんじゃないか、なんとか復帰をする、空後ろ合わせていってなんとか死なず着地、これはきついんじゃないか、 おっと復帰の卓が非常に多い、ニエトの飼育にいつもいつも復帰掃除をされているおかげか、これはさあフリップフリップで右へ左へと、おっとさあ様子見、お互い引っかかると死んでしまうようなパーセント、おっと強気のバナナ足、どうする DA でバナナごとなぎ倒していって、空後ろ暴れを通してどうする、崖上がり厳しいぞ、おっとジャンプを見てから、おっと見たか、ちょっと今暴発ですかね、わざとやったんですかね、いや多分ここです、おっと今なんで後ろにあるんだ、今どこに当たりました、 DA の空は多分尻尾も反転が出てますね、あれはさあジャンしっかりとダッシュに空前合わせていて、これでも全然ここから死にますもんね、さあ読み合い、おっとしっかりと二択の読み合い制していって回避に空上を合わせていくと、さあバナナを取られて若干きついんじゃないか、これはさあこれは非常に厳しい、空前しようとするが攻撃が出ず、しっかりと掴みを通して、これは空上空上空上、火力が高い、お互いガードの読み合い、反応が早いレイン、さあおっと相手のジャック、おっ空前空前、火力が高いぞ、乗っているか、しかしダッシュつかみで状況を変えていく、火力が高いぞ、危ない危ない、ジャンプはしっかり残している、フリップキャンセルと、ちゃんとこのポップガンキャンセルしてるのが素晴らしいですね、さあ前回必死で、あっと怖すぎる、2択の読み合い何とか制していってニャン君は生き延びて、空後ろカス当たりか、空後ろ、おっとウリスマン、まあこれはまだ死なないが、おっとなんでこけた、さあさあさあ危ないぞこれは、さあお互い厳しいパーセントに合ってきた、あっとどっとなんとか掴み合わせていってベクトル変更を見せたところに空上が確定、やはり凶悪ですね、そうですね、この大会でお互い極限状態になったとしてもミスってしまうと、さあレインは笑っているぞ、お前またミスってんのかと、変更を、さあ1戦目レインが取っていったがニャンコ取り返していきたいところ、おっとまた終点を選んでいって、さあ終点終点で先ほどの全く同じ光景、バナ出しをしっかり読んでガンダッシュでラインを詰めていく、さあ掴みを通されてバナナはどこへ行った、あるぞ、バナナを持ってもう一度出す、バナナ出しにはしっかり針でリターンを取ると、さあガン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 バナナを上げてラインを削っていきつつ、どこで掴みを通す、さあダッシュを見てからバナナを投げるが読んでガードされる、様子見のショートジャンプはしっかり暴れられて、このニャンコ空 NA の判断が非常にうまい、
さあ空白、ジャンプがないが暴れを通していってなんとか着地。さあお互い、おっとこれはキャッチをミスってしまったか。さあおっとしっかり様子を見て、相手の引きコードを読んで前回避で一旦様子を見てか。甘いバナナ足には DA、 まあおっと空前でこの上スマを見てから上 B に何度か拒否。空上は回避で避けて暴れを通していって、おっと今前回避を見て反応して掴もうとしたが届かず。さあしっかり前回避にはショートジャンプで様子を見てなどでもう一度崖外に出す。どうする、おっとこの回避に、あー危ないぞこれは、食らいすぎていって入らない。さあバナナを出して、危ない危ない、さすがからバナナ投げしっかり横スマッシュで最大リターン、ラインがなければ死んでいた。さあ着地狩りしっかりと2択の読み合いまた制していって、にゃんこが下投げからぶっ殺していく。下投げされてますね。そうですね、はい、おっと針の後ガードしきってバナナを上げても反撃がない。おっとこれはまたもう一度しっかりね、もう繋がらないと思った瞬間下投げに入れ替えてます。そうですね、おっとしかし今度は後ろずらしはしっかりすると。さあリリンはちょっと辛い状況に、おっとこれは危ないぞ、無理やり通していくしかない。さあまた崖外に押されて、おっとうまい、フリップ読んでいる。あれはディリーが崖に縦軸を合わせようとすると超音が怖くてなかなかできなくて、ああやって普通にフリップをやると上スマッシュで狩られてしまうと。非常に着地が厳しいこのキャラ。さあ崖うまい空手でシークがホカホカしていてギリギリ死ぬ、知らない。さあハリー、ハリー沸騰パーセントに、おっとこれ危ないぞ、おっと読んだ引きコードを読んで深めに空を刺す 115%、 これはかなりパーセント的に厳しいんじゃないか。ディリー込むならありますよ、ありますはい、ほらおっと火力が高い、ここからですよ、ディリー込むは。これもう一度もう二度投げを通した後横スマッシュで待ってたらシークは死にますね。これさあ DA でしっかり後ろ回避は勝っていって、危ない危ない、おっと呼んでいた上スマッシュ。さあニャンコ、この上スマッシュが非常に冴えている。いや危ないディディコンゴ早く片付けられて素晴らしい上スマッシュでしたね。シークの上スマッシュって当てるの非常に難しい技だと思うんですけど、1試合に2回も当てていく。さあ1-1で勝者がどちらが取っていくのか、またも終点盤上一致でお互い大好きなステージ。あ、結構増えないんですよね。まあまあまあ、はい、おっとバナナを取られつつしっかりと暴れはディレイをかけて DA をする。さあ後ろ回避、前回避を読んで深めにダッシュしたが相手は我慢をすると。さあまたガードから様子見をするが、シークの飛び道具が優秀すぎて様子見があまり意味をなさず、くんまえ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 と一気にラインを失いながらダメージを、おっとこれはこれはなんとかフリップ通していって、これディリー側の反応が遅れると掴み抜けになってディリーは死んでしまう。さあお互い気まずい様子見、ショートジャンプを見てからしっかりとバナナを合わせていく。おっとこれ前回避を読んで攻撃力が、パスパスが痛いですね、ディリー。そうですね、おやめ技、なかなか噛み合わないですね。先ほどからちょっと噛み合わないですね、はい、さあ着地、これは帰るか、なんとか帰ってくると。さあ後隙はないぞ、しっかりと見てから回避して空上で暴れて逆に反撃を取っていく。さあバナナを取られてしまうぞ、シーク脱出が早いためバナナを当ててから殺す策がたくさんあるはず。さあ弱3段目出てしまうが、さあフリップを読んで横ビーするがしっかり様子を見てから、おっとこれは危ないぞ、パス当たりだが死んでしまう。軽いですねシーク、やはり。さあしっかり、危ない危ない、着地はしっかりとこのポップガンキャンセル覚えてきましたと、今回の大会のためにこれをしないと着地ができない。おっと不審、しっかり回避と暴れを読んで芯を当てていくよ。さあおっと掴み判定が非常に広い。さあ気持ちの読み合い、後ろ回避が早すぎる。うまいですね、ちゃんと空で暴れられないのまま、はい、そうですね。さあバナナをまた出して、しかしあと美味しいぞこれは。
おっと後ろから火をバナナで買っていく。前に BA 後ろから火を回れていて、しかし暴れを通していく。さあまたバナナを出して、おっと気まずい読み合い。おっとまたコンボを見せてしまうが、つかみからつかみがつながる。おっと分前しっかりと当てていって、コロ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 回避で自分のラインを回復していく。さあ後ろ回避読んでガンダッシュだが当たらず、先ほどからしっかりと読み合わせしている。さあ様子見で、おっと危ない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 、おっとこれはあっとああついにここ一番で決まってしまった。これが闇の技ですよ。ここ一番で決めてくるのがやっぱり、いやだからこれは先ほどから最速ばっかりやってましたから、しっかりと、はい、さあレインが勝者が取っていった。これが上位戦の勝ち方とか言ってますよ。どうですかね、そういうゲームなんで、はい、あ、なんか優勝者は関西のあのでかい大会 KSB のシードがあるらしいので、まあ今残ってる人多分 2,3 人しかいないんでしょうが、頑張ってください。